俺の区間は AWM。はい、どうも、それです。今回はですね、まあ、プレートで今日ですね、まあ、いろいろ追加されましたんで、まあ、追加されました要素についてまとめていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、早速ね、いろいろ見ていきましょう。まあ、イベントの方ですね、まあ、新しく追加された要素っていうのがいくつかありまして、まず、毎日ログインの方ですね。こちら追加されました。普通にまあ、ガチャがもらえるっていうふうになってまして、まあ、結構うまいっすよね、これね。ログインイベント。まあ、3日分あるっていう形になってます。受け取って、まあ、そのまま開けてっていう感じにできるみたいなんで、とりあえずまあ3日皆さんログインしておくといいと思います。あとは、こちらのね、19スタートやった、まあ、金幕の副スキンがもらえるですね、イベントの方が、また来ているというふうになってますね。うまいよね、これ、本当に。自分からね、支援することで1個と、プラスガチャ10個。あ、支援これ、ありがとうございました。俺も支援しとこう。適当な人。OK です。とりあえず、支援、その辺のね、なんかツイッターの人しましたね。はい。ツイッターから探しときゃいいっていうね、楽だよね。これで、まあこちらの方を受け取っていきつつ、まあ、プラスですね。10連の方ももらって、開けてみようと思います。結構いいよね、これね。うん。まあ、服はいらんけど。服はいらないんですよね。そんななんか、欲しいほどのあれじゃないっていうね。まあ、あれなんですけれど。一応ね、もらっといて損はないと思いますんで、もらっておきましょう。じゃ、ちょっと開けますかね。はい。ガチの方。全部これでも統一されるんだ。金幕出るっていう風に言われているやつも、これまあ、10連統一されるんですね。早速開けてみましょうか。おぉ、やばいスキンが出ましたね。まあ、一応こんな感じで、まあ、もらえるってなってますんで、やっときゃいいんじゃないっていう具合っすよね。はい。で、プラスしてま、このチャージ特典の方ですね。まあ、実装されました。このチャージ特典さ、今回、まあ、2000チャージまでなんですけれど、そんな上手くないんですよね、正直。1000と2000の報酬がすごい上手いわけではないんで、まあ、60とか、まあ、300度目とかで、まあ、正直いいのかなっていうふうに思いますね。一応ま、アイコン枠パックの方と、ガチャチケットのね、あの、パックの方があるっていう風になってますね。まあ、なんで2000まで課金して中身の方を見ていきましょうか。何が入ってるかって感じやからですね。はい。OK です。とりあえず課金してまいりました。早速ね、受け取っていきましょうか。まあ、これ、ね、もらえるのは悪くないですよね。一応なんか説明文的には毎日みたいな。毎日チャージで、まあ、特典の方を受け取れますよっていう風になってますよね。まあ、19、20、21で、まあ、受け取れるんで、まあ、NGP のチャージイベントもあるんで、そっちも、重ねてですね、まあ、受け取っていけばいいんじゃないっていう風に思いますね。まあ、NGP も含めたら、まあ、そこそこなんかな、報酬としては。ね。かもしれんね。NGP 付きで考えると、まあ、2000金券チャージしても悪くないかなと思いますね。ただまあ、めんどくせえな、みたいな。そんななんか、うまいわけじゃないよなっていう風に思う人は、まあ、60とか300度目でいいと思います。じゃあ、早速、もらった特典の方ね、行きましょう。こちらの方ね。これまず、これ何が入ってるんだろうね。ガチャチケット、ゴールデンピース選択パックってね。何が入ってるの？あ、こんな感じなんだ。うん、なるほど。まあ、普通に。これさすがにチケット交換でいいよね。うん、チケット交換して。で、あとは、通常アイコン枠選択パックの方ね。うん、これ何が入ってるんだろう。そんな感じなんだ。なるほどね。はい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 。結構まあ、昔のやつが入ってるって感じだよね。懐かしいやつが結構入ってるな。パンダのやつがこれ結構入ってるのやばいよね。うん。まあ結構欲しいのあるって人は、まあ、ワンチャン60金券でこれもらえるんで、60金券だけチャージしといて、もらっといてもいいかもしれんですね。で、プラスガチの方も開けていきましょう。いや、金出ないかな、こっから。出てくれればいいんですけれど、とりあえずまあチャージ特典してますので、まあ途中止めでもいいですから、やっとけばいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、ふと思ったけれど、全員の戦闘回数が150万いったらテーマもらえるやつ無理じゃねえと。いや、無理っすよ、あれ。ね。無理無理無理。150万っていかんでしょみたいなね。余裕でいかんじゃんみたいな。いかない推移だよねっていう。これでいったら逆にもうなんかね、八百長始まりましたって感じっすよね。あのテーマ絶版になっちゃうね、今回の東京グールのさ。テーマ絶版だ。誰も入手できない。体験しか入手できないアイテムになっちゃいますね。はい。まあ、しゃあないっちゃしゃあないんじゃないですか。まあ、あれは見込み甘いでしょ。うん。まあ、レジャーの方もね、面白くないからね、正直。レジャー自体の内容はいいのに、その二度寝場三度寝場っていう感じになっちゃっていて、通常する人にとってもまあ邪魔な要素になっちゃってるっていう。一番なんかね、中途半端なところを行っちゃったなっていう感じの、まあレジャーやったっすね。まあいつものなんか例えば、進撃の巨人のあの超大型巨人がですね、嵐の方に湧くやつとかは、まあ結構アイテムとかも取得しやすかったんで、まあああいうの良かったんですけれど、まあ今回は失敗ですね。はい。まあ、やっぱ待ち時間があって、なおかつその時間がかかっちゃうっていうですね。で、場面が映るっていう。まあ、そこら辺がまあ良くないところですね。良くないところ二つかなって思いますね。普通にまあ待ち時間なしにして、まあ、すぐその復活できるような方式。NPC との戦闘でまあ一定条件クリアしたら復活できますよっていう方式にしつつ、場面もそのわざわざマップ移さずに、既存のその街の方で、まあ、そのゾンビと戦って、まあ、急にそのアリーナが始まってですね。まあ、そこでなんかゾンビじゃなくてグールが開くから、まあ、それを倒していって、まあ、なんとかするみたいな。それで、
倒した分だけ、まあ、いろいろ得点があって、その中で、まあ、その、いいね、成績を残した人、まあ、上位2名とか3名ぐらいが、その復活の権利っていうのをもらえますよとか、そんな感じだったらよかったと思うんですけれど、まあ、いかんせんあればね、時間かかっちゃうよね。時間かかるし、まあ、ぐだるっていうね、そう、あれ、ぐだっちゃうんだよね、あれがあることによって。ない方がね、激戦面白いっていう感じになっちゃってるんで、プラスアルファして、その、ネガティブな付加価値がついてるのってダメだよね。で、次ですね、2期者の価値がなくなるのは嫌と、ね、今回、まさかの M4 3周年の2期者の方がですね、まあ、あの、無料の、まあ、ほぼ無料ですよね、あれ。入手できる、あの、イベントの方のラインナップに入っているっていうね、次はそこみたいな、ついに周年の金銃すらそっちに入れますかって感じですよね。あの2期者って、あの、ガチャの確率自体が低かったんで、全然出なかったっていう、まあ、2期者ももちろん出ないし、そもそも金枠が出ないっていう感じのガチャやったのに、まあ、そのアイテムすらも復刻しちゃうんだっていう、ついにまあ、その、周年は守られるっていう、そのフィルタリングが完全に壊れましたよね。まあ、前にその復刻はされてましたけれど、まあ、復刻って言っても、まあ、確率はそんな優秀じゃなかったですし、まあ、そんな出ないっていう感じだったんで、まだ良かったんですけれど、まあ、無料配布ってなったら、さすがにちょっとなんか、どなんっていう風に、ま、思いますよね。今回はちょっと、だいぶやってますねっていう風に、まあ、見ていて今回思いましたね。はい。いやー、ついにそういう感じがっていう、課金もやっぱり皆さんですね、現状のやつとかも考えないといけないですね。まあ、自分がその損しないような課金の方法っていうのをですね、おのおの考えて、無理な課金っていうのはやっぱしてはいけないっていう、まあ、そこら辺はね、改めて分かることなんじゃないかなっていう風に思いましたね。で、次ですね、エヴァンゲリオンコラボ復刻って来ると思いますかと、まあ、オブジェありましたからね、オブジェ。間違えてあの、PC 版の方にちょっとだけね、あの、実装しちゃってたやつ。まあ、オブジェがあるってことは、まあ、つまりそういうことっすよね。いつかは知りませんけれど、まあ、いつかはそのエヴァンゲリオンコラボまたするつもりなんでしょうね。じゃなかったらそのオブジェ作る意味ないんで、やりもしないコラボレーションのそういうアイテムを作る意味ないですし、まあ、そういうことなんじゃないですか。で、次ですね、Apex モバイルやってからコアコードやったら体力少なくすぎる上に、ラグすぎてマジぬるい。日本人やったらまだ VPN つけてやってるから、コアよりも MS 高いはずなのに、主戦切ってからやれるみたいなことが Apex モバイルはないから、マジでストレスがない。不満と言ったらチーターぐらいと。まあ、Apex モバイル日本に来たら、もう完全にまあね、行くでしょうね。うん。スマートフォンゲームの中での派遣を取れるかっていう風に言われると微妙かもしれませんけれど、まあ、ガンシューティングゲームの派遣は取るでしょうね。Apex モバイルって。まあ、プレイしている人の動画とか、まあ、いろいろ感想とか聞きますけれど、まあ、明らかにいいもんね。明らかにいい。その、コア行動が、まあ、できていない。この何年もその改善できていないところっていうのを、まあ、簡単に乗り越えてきているんで、まあ、これは来るなっていう風には、まあ、思いますね。Apex モバイル、Apex モバイルで、まあ、その、三人称のね、あの、視点があったりとか、まあ、PC の方にもない要素ってのはあったりしますんで、まあ、そういう意味で、まあ、モバイルと PC で、まあ、差別化っていうのもできてますから、まあ、結構ね、人は行くんじゃないですか。Apex モバイル。まあ、明らかにその、比べますよね。ゲーム性の部分で。やっぱね、ガンシューティングゲーム、まあ、いろいろね、こういうコード配布とかいろいろしてますけれど、一番その根底で、一番大事なのは、ここがクリアできてないと、他でいくらごまかしてもダメっていう部分は、やっぱゲーム性の部分ですよね。時間差でその、不備が多すぎるっていう部分、こういうことあると思うんですけれど、ここ解決できないんだったら、何をしても無駄ですからね。まあ、今回はその次、まあ、金枠配布とか来ますけれど、いや、来たところでね、みたいな。じゃあそれで来て、その後どうするんですかっていう。それで例えば復帰したりとか、新しく始めたプレイヤーは、長く居づいてくれるんですかっていう話をすると、やっぱゲーム性が担保されてないんで、ダメなんですよ。まあ、僕からしたら何やってんだっていう、一番その、解決すべき場所を、ずっとそのノータッチでやってるんで、そこをだって新しいゲームが簡単に超えてくるわけでしょ。やっぱ比べますよね。どっちの運営の方がちゃんとそのやってくれてるんだって考えますよ。その会社に対してもサービスに対しても。だったらまあね、こういうこと難しいっすよね。今まではその先行者有利でやれてましたし、まあ Apex モバイルが来てもですね、まあ先行者有利があるんで、まあ、ある程度はその数字っていうのを保ったまんま行くとは思うんですけれど、まあ、それがじゃあいつまで持つのかっていう話っすよね。まあ、会社としてやっていくときに一番その改善すべき場所はどこだったのかっていう、ずっと僕は言い続けましたけれど、まあ、やっぱそこをクリアできなかった結果っていうのが、まあこれから出るのかなっていうふうに思いますね。そこまあ開き直ってから、いやいやいや、もともとそんないいゲームじゃないからって言ってできることをしないってのは僕としてはまあ違うというか、まあそれはね、一社会人としてどうなんだっていうふうにまあ思いますけれど、簡単なところにその解決できる手段があるのに、まあそれをしないのはね、ちょっとナンセンスかなと思います。まあでもアジア圏で Apex モバイルが始まったらチーターは増えるでしょうね。うん、まあなんでチーターに対する不満っていうのはまあ増してくるかなっていう。モバイルゲームはパソコンのゲームと違ってですね、まあチーターに対する対策っていうのが万全にするのが少し難しいんで、まあ結構増えるでしょうね。というかまあ不自然に増えていくでしょうね。誰が作ったかわからないチートっていうのが広まるっていう、どこの会社が作ったかわからないようなチートっていうのが増えていくような、まあ、そんな感じになるでしょうね。どこのゲームもそうですけどね、このチートって誰が作ったんだろうみたいな、個人が作ったやつかなみたいなやつがちょいちょい回ったりとかするんですけれど、うん、まあ、それでチーターが増えて Apex モバイルをやめる理由になることはあっても、コア行動をする理由にはならないんで、まあ、どこにその力を使っていくかっていうところはやっぱね、個人でも組織でも大事っすよね。で、次ですね、エペモは独自のレジェンドモードが追加されるから、 P
PC 勢は来ないかもだけれど、CS 勢が少し覗いてハマったりってのはあるかもと。どうなんですかね。コンシューマーのプレイヤーこそね、まあ、モバイルのガンシューティングゲームってのはしないようなイメージありますけれどね。キーボードとか、あとまあ、コントローラーでプレイするのに慣れていると、どうしてもその iPad とか、まあ、iPhone みたいな、タッチパッドでプレイするのって、めちゃくちゃその、普通なんですよね。うん。僕もともとその、パソコンだったりとか、まあ、コンシューマー機でゲームするような、そういう世代だったんで、いや、ガンシューティングゲームみたいな、その精密な動作を必要とするゲームで、タッチパッドでプレイするって、めちゃくちゃそのね、まあ、違和感があるというか、感覚慣れないというか、まあ、誤タップが起きやすいっていうね、これがあるんで、結構そこら辺がね、その、なんて言うんだろう、障害になって、まあ、そのスマホのガンシューティングゲームはしたくないっていう人、結構多いと思いますよ。めちゃくちゃ多いと思うんで、特にまあ、その、年上になってくれば来るほど、増えてくると思うんですよね。やっぱ、その、Apex モバイルとか、まあ、PUBG とかは、コアコードと違って、年齢層高いわけじゃないですか。まあ、10歳とか15歳ぐらい高いんですけど、多分。まあ、そういう風に考えてくると、まあ、その、10歳、15歳高かったら、まあ、コアコードの平均年齢と比べたら、まあ、僕の年齢に近くなりますよね。僕の年齢ぐらいの人が、その、わざわざその、スマートフォンとか、まあ、iPad の、まあ、感覚的になれないゲームを選ぶかって言われたら、そんな時間ないと思うんだよな。そこを選ぶぐらいだったら、普通にまあ、コンシューマーのね、まあ、既存のその、ガンシューティングゲームするよとか、パソコンのゲームするよっていう風になっちゃうと思うんで、もともとそのスマートフォンのガンシューティングゲーム触ってない人は選ばない可能性があるんじゃないかなってのは正直思ってますね。はい。で、次ですね。編集のアプリ何使ってますか？あと、まあ、僕アプリじゃなくてパソコンなんでソフトなんですけれど、Adobe のプレミアですね。もしもその今から編集を覚えたいなっていう風に思ってる人は、マジでね、一つやっといた方がいいことがありますね。それが、まあ、プレミアの編集もそうなんですけれど、Adobe のアフターエフェクトの使い方をマジで覚えた方がいいですよ。めちゃくちゃ今ね、Adobe のアフターエフェクト、使える人重宝されるんで、プレミアはね、誰でもできるんですけれど、アフターエフェクトはね、マジでね、僕も勉強中で、結構できる人が少ないっていうね、かなり少なくて、どのその、なんかその編集代行じゃないですけれど、求人というか、そういう仕事募集みたいなところ見ても、アフターエフェクトね、使えるだけで、マジでもらえるお金がね、2倍とか3倍変わるんで、今からそのなんかいろいろ編集、まあ勉強するって人は、プレミアある程度覚えた後、アフターエフェクトも必ず覚えておいた方がいいと思いますね。まあアフターエフェクトの編集を、まあ、覚えて、できるだけでですね、もらえるその給与が2倍3倍になるって考えたら、やばいじゃないですか。なんで絶対ね、まあそこら辺は勉強しておいた方がいいと思います。まあプレミアはぶっちゃけ、そのなんて言うんだろう、まあ、学校に行ってまでね、覚えるような技術じゃないんで、誰でもできますから、時間がかかるのがそのめんどくさいだけであって、あれなんですけれど、まあアフターエフェクトはね、まあ学校とか行って覚えとったら、まあかなりその専門的なことをしたりとか、難しいことをするんで、そこに関してはなんか、ちゃんと学校で学んでもいいかもしれないですね。